皆さんこんにちは。マックフライポテトとモスバーガーのセットって売り出したらめっちゃ売れると思うんですけど、僕だけですかね。お茶山です、ケントです。マックのフライドポテトマジで美味しいの。もう大好きなんですけど、マックってなんか安いイメージあって言うほど安くないんですよね。ということで今日はフライドポテトを業務スーパーで1キロ買ってきました。よいしょ。これ買ってきたばっかりなんですけどね、袋ところどころちょっと穴開いてるんですよね。注射針とかじゃないよねこれ。ちゃんとあげれば問題ない。よし、行きましょう。今日はこれを送っていきます。今日の1キロチャレンジ、フライドポテトでーす。さて、揚げ物の鍋はおー、チーズみたいになってる。ちょっと待って、寒すぎて固まってるわ。てかまずこれ大きさ自体足りないのでこっちに移しますけど、これあれ、それとも別にこっちに入れますか、オリーブオイル。あれ、お前もか。まあいいや、頑張って溶かしましょう。よし、溶けた。これでいいかな、揚げ物して。まあいいか、これしかないもんな。なんかクックパッドかなんかで、なんか油の温度が低いうちにフライドポテトを入れといた方が美味しく仕上がるって書いてあったので、もう早速入れちゃいますか。じゃあ先にぶち込んどいて。これ絶対1回で入れちゃいけなかったやつだよね。はい、そろそろいいですかね。ってか、いやこれ絶対揚げすぎだな。これめっちゃ揚げたじゃん。こんな色のフライドポテト見たことないもん。どうしようかな。器絶対大きさ足りないですよね。はい、完成です。ちょっと待って、これをサムネにしよう。はい、ちょっと待って、手が熱い手が熱い手が熱い。なんかさ、干し芋みたいになってる。いただきます。普通ポテト食ってこんな音しないよね。なんかもう揚げすぎてじゃがりこみたいになってるもん。絶対食中毒は心配ないわ。ということでいただきます。うん、でも味は美味しいですね。うん、さすがポテト。俺今何食ってんだ。油もやばいな。なんかウロン茶が進む。それ以上にね、飽きた。そうだよな、フライドポテトは美味しいけど、いつもハンバーガーが一緒だもんな。これだけ食うもんじゃない。つーか、なんかおなら出そう。あ、ちょ、あれ身出てねえかな。ちょっと待って、見てくる。はい、大丈夫でした。やっぱ芋食うと塀出ますよね。やっぱね、1キロとか余裕だろうって思うけどね、同じもの1キロってしんどいっすね。ということで、ストロングゼロダブルグレープフルーツ、お酒のおつまみとして食ってる分には多分食える、多分。あーうめえ。あー、このしょっぱさがね、お酒に合うんすわ。やっぱ酒って、やっぱね、こういうものは酒だな。酒で気持ち悪いのか、油で気持ち悪いのか、満腹で気持ち悪いのか、わかんない。はい、あとちょっとです。いきましょう。一気にいっちゃいましょう。ごちそうさまでした。あー、塩分と酒だから血圧上がったのか下がったのか分かんねえ。はい、ということでフライドポテト1キロチャレンジでした。なんか塩分すごすぎてさ、なんか唇たらこみたいになってる気がする。なんかもう唇が今脈打ってるもん。まあ余裕でしたね。まあ沼屋の全増しよりちょっときつい程度のもんでしたね。いやー大丈夫ですね。はい、胃が裂ける一歩手前程度のしょぼいもんでした。ということで、この唇の張りに免じてチャンネル登録と動画のグッドボタンよろしくお願いします。モチベーションアップにつながりますので、もう唇が腫れててうまく喋れないんですけども、これも、動画以上になります。ということで、次回の動画もぜひ見てください。じゃ、また見てね。じゃあね、バイバイ。